はい、というわけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっといつもの挨拶封印して。はい。100人突破記念の時にですね、まあ、マイリーとチーと、まあ、ちょっと個別で、まあ、いろいろチャンネル紹介とかでいろいろ話させてもらってたんですけども、まあ、空とはこうやって2人で喋ることはなかったので、まあ、ちょっとチャンネル登録100人突破記念のちょっと延長戦ということで、はい、ちょっと空とお話しさせていただきたいなと思います。お願いします。お願いします。はい。念願。意外とね、ないね。二人で。ない。めったにない。まずない。こないだ、ほんまに帰りの車で。言われへんけどね。言われへん話を。大人の話をね。15分ぐらいしてましたよ。それぐらいです、ほんまに。あんまりここ二人がペアになることってまずないから、そもそも最初どんな感じで声かかったの？その俺だから、まあ、マイリーとかチーとこの登録者突破記念で話した時も、YouTube を始めようって言った時に、マイリーとチーをそこにおったわけよ。YouTube やろうかっていう。でもソラはそこにいてなかったから、マイリーから話言ってるな。でそう、多分マイリーから LINE 来て、で、なんか話があるみたいな、で今度は話があるからみたいな、で LINE 取って、話があるって何ってまずなるやん。で、その多分その後にその会う予定があった、多分ここで、みんなでご飯とか多分の予定があって、と思いながら、ないのなーと思いながら行ったら、YouTube しようと思うんやけどって言われて、で、ってなった。でも多分それまでもなんか、しようみたいな流れはあったけど、まあ、冗談でね。そう、でもそれは全部ノリやと思ってたから、まさかガチやんと思って、しかも話があるからの YouTube しようと思ってんやけど、もうガチやんってなって、でも多分な、まだその時ぐらいはまだ全員半信半疑よ。ほんまにやる、どうする、まあ、やろうみたいな話になったけど、実際にほんまにやるのはもうちょっとその1ヶ月2ヶ月後やから、Vlog とかで出てるんだけど、最初の方から。でも企画として一発目にソラがちゃんと出てるのは UFO キャッチャー、覚えてる？ラマン行ったやつ。そう、全然撮られへんかった。そう、ミュとマイミとソラと、まあ、息子もおったけど、社長が寄付してくれた。そう、3000円でどんだけ撮れるかってやったけど、全然撮られへんかったっていう、あの説は申し訳ございません。多分その画面上でちゃんと喋ってるのあれが一発目なの。その前の静岡の旅行とかも Vlog ではいてるから、まあ、登場はしてるんやけど、ちゃんとしたその、そう UFO キャッチャーか、その直後のオムライス、本部でもしかして作るやつ。そう、作るやつ。それがごま油ばかりですよ。幻のごま油。そう、何でもごま油入れるっていうやった、あの辺が一発目ぐらいかな。せやな。まあ、結構そこからまあちょこちょこ出たりはしてるんですけど、キキシリーズとか。キキシリーズは1回しか出てないから。え、嘘。あ、うまい棒出てるか。うまい棒って会議室借りてる。うまい棒が多分キキは初かな。え、嘘。なんかもっと勝手にやしてねえよ。見て参加してる気までなってるだけ。そうだ、ちゃんとその世紀のキキシリーズが入ってるのはエナジーよ。えってことはもうついこないんだよ。ほんまや、勝手にやった気持ちになってたら全然やってないね。そう、全然やってない。その流れでいくとお寿司ね。お寿司食べましたよね。あれ多分一番きつかったかも。これあれ全員もうヤング3人全員あれがもうナンバーワンや。きつさナンバーワン。それアイスしてないから。あ、そうきつかったあれは。しかも一番きついネタやったからね。違う、あれさ、ほんまにさ、あれ、ソラだけめっちゃ損じゃない？そうそう、だって、だから、ソラだけ、その、直接連絡取れんくて、その、好きな寿司ネタ何って聞いてる中で、チーとか前にはこれこれって書いてんだけど、ソラだけ帰ってこんくて、で、しゃあないから、前に、ソラちゃんいつも何食べてるって聞いたら、炙りチーズさ。そう、あいつほんま悪い。先週までの前に。前にね、悪巧み多いから。そう、めっちゃ多い。そう、多いで、あの空のさ、ドッキリ考えたのも前に。あ、そうや、そうや、ドッキリがあるわ。そう、あれはでもあれはさ、ちょっと楽しかった、ドッキリ。あれだから
ちょっと前ぐらいから言うてて、ドッキリしたいなみたいな話はしてて、で、かけるんやったらソラちゃんやね、みたいな。なんでやねん。お前りが、一択。前にソラが一番やりやすいからです、やろうな。パーセント、怒らへんと思ってんやないです。でも家から出てきて拉致するとか山に捨てるとかっていうのも全部あいつなんだ。いやほんまにな、一気に詰め込みすぎ。そうあの一日に。でも意外とまあだから放置して、うん、まあまあどれぐらいや、5分も経ってないかな、5分ぐらいかな、うん、5分ぐらい放置して、でちょっとそろそろ戻ろうかって戻って、どんな感じなんやろと思ったら、うんうん、意外と普通になんかこのまま帰ろうかなみたいな感じだったよ。まあ歩いて帰ったのかなみたいな、うん、なんとなくそのたまたま降りた場所、殺された場所が、うん、最初は分からへんかった、うん、でもなんかちょっと歩いてみたら、あ、待って、もしかしてあれあそこかもみたいな、なんか勝手な、そうめっちゃ遠いところじゃないか、勘が働いて、うん、珍しい、これもしかしたら帰れるって歩いて帰れると思った。結構距離あるね。いやでも、もし例えばほんまに置いてけぼりにされた動画とかやったら帰らなあかんと思って、最後の10分あれで帰れるから、そうまあ、行けるわと思って歩いてて、でもとりあえず電話しようと思って。そうだってあの日そのドッキリした後にドライブスルー行ってるからね。あ、そうや。そうすごい日本乗りやから。でしかもさ、それもさ、なんかマイリとチーはそのドライブスルーの企画をするっていうのを知ってて、多分ご飯も控えてきてるわけ。そら知らんから。そうまあまあ食べて。普通に食べてきたあの日。そうでも最初一番食べてた。そう。ダントツ食べてた。そう食べてた、あれは食べた、めっちゃ。でも今年2022年入ってからは結構動画参加してて、出席率高いと思う。めっちゃ高い、今年入ってからめっちゃ高い。それこそ年末年始また一発目の挨拶から、これね、あ習字、あこれね、うん、はい、あの大暴走した習字。でも一番できいいやんな、うん、ぽいよな、ぽい、そのなんて選んでる四字熟語も一番ぽい、いやんな、ぽいよな、ぽい、見てこれ。だって前読めてなかったし、そうそもそも自分でこれにしようって言って読めないっていうか、うん、でこれもまあチーム、まあまあチーぽい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 、まあみんなぽいけどな。これはスカイを昔からスカイ、そうこういうの書くのは基本スカイって書いてある。なるほどね、そうだよからね。そうまあまあでもね、言っても、もう登録者数も300人超えまして、世界一の朝食ね、行きましたね、はい、はい、美味しかったですよ。ちょっとまあ僕がすごいちょっと悪意のある編集になってしまって、なんか社長にすごいなんかこれなんか空だけなんかすごいなんか面白いキャラみたいになってるっていう。いやあれはあれでいい、おもろい、まあ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 、まあ、だってドライブのやつってまだ上がってないな。ドライブは、まあ、でもこの時は上がってるか、空言ってたやん、じゃんけん、ジャンパーね。あの時の空めっちゃおもろかった。自分で、そう、じゃあ編集がなくて、ああ、そういうことな、そう、めっちゃおもろ、あ、言ってたのこれかって思って、バカ声でかいしな。そう、じゃんけん負けて、おたけびの声が、まあ、低くらおにでかいっていう。まあまあね、まあ、これ、まあ、いろいろ動画やってきましたけど、マイリーとかチーと、対談とか時にもいろいろ聞いたんだけど、ヤング3人の、まあ、その関係性というか、例えばマイリの場合は2人とも先輩、でチーは2人とも後輩なんだけど、まだ真ん中なんだよ、チーは先輩、マイリは後輩っていう、例えばそのまだバリバリバトン3人ともやってた時代とかっていう時って、そのなんていうの、何かの動画でも見たかもしれないけど、マイリはなんとなく後輩感がある、俺からやってても、空のあ後輩なんやろな、ただチーが先輩感ゼロやね、うん、ないないよな、実際ないし、うん、だチーって昔から優しいイメージはあったな、確かに、あるよね、その何ていうの、そのまだちゃんとその3人がそのちゃん先輩後輩やった時代の時って、うん、だからマイリーは空は怖かったっつってるわけよ、そう、なんか空その高校で抜けてるわけやん1回、うん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 、ね、でまた大学入ってまた戻りますってなった時に、うん、チーは空戻ってきてくれるのありがとうみたいな感じで、まあ、高校3年間はガチでやってたから、 そうね、うん、そのあめっちゃ嬉しいみたいな感じで言ってくれたけど、マイリはみたいな雰囲気は出てた。確かに。あ、そうなんや。そう、でもそ仲良くなったのも空が大学になって戻ってからやから、多分大人になって仲良くなったタイプ。ああなるほどね。そう、でも一番女の世界経験してるかも、意外と。だってそら女子高女子大やし、あそうやね、今の職場というかもう女子、
まあ、部活してたしっていうのが一番の理由やな。だってそりゃ学校行って授業受ける前にまず優先部活やったから。まあ、まあ、その3年間もうほんまに部活につぎ込んだって感じ、うん、そう、それしかしてないな。意外やねんな、だからそういうイメージじゃないんよな。それしかなかったから逆に、うん、勉強では無理やったから。どうですか YouTube 楽しいですか？うん、楽しい、いろんなことできるから、うん、このだって普段やったら絶対せんことや。まあまあ確かにね。まず寿司寿司にしろ、ラチにしろ寿司、ラチってすごい、ね、そう、絶対せえへんし。まあまあ確かにね。楽しいっちゃ楽しいな、うん、さ、いろんなことやりたいタイプの人間やから、うん、で、一応今の、まあ、これ登録者数が大体300超えてるぐらいで、まあ、この流れでいったらまあまあ夏までね500いけるかなっていうのは思ってるんですけど、500いったらあなたがずっと言ってる滝行、それはやりたい。滝行やりたい、うん、普通罰ゲームですけどね。いや、なんか心が綺麗になるみたいな、そのなんかリスタートじゃないけどわかる？いや、わかるよ、わかる、言いたいことはわかるけど、ただ多分めちゃくちゃきついと思うよ。痛いんかな、あれって。いや、そら痛いんちゃう、だって水直接当たるわけやから。やし、ずっと流れてくるよね、うん、一瞬だけジャボンとかじゃないで、うん、ずっとジャーって、うん、だから多分息もしにくいやろうし。でもな、一つちょっと怖いことがあって、まずプールも海も嫌いやねんそこだけが問題。水 NG。 そうじゃ、うち2人、ヤング3人のうち2人水 NG なんですよ。マイリも水 NG。 あ、そうなん。あいつ泳がれへんっていう。うん、そらも泳がれへんね。そのくさあいつプール行きたいとか言うね。やろ、それが意味が分からへん。もうとりあえずそらは、推しに会えたらいい。推しに会えたら、もう YouTube やめるかも最終目標がそこやからね。泣き出すかもしれない。え、多分泣くと思う。え、その、見るとかじゃなくて、うん、ガチでその企画としてコラボとかなったら、うん、大号泣やと思うな。泣くやろね、多分、うん、そんな気がする。ここでパートーンって言うてる、ここからガチャって出てきたらさ、もうやばい、泣くやろ多分、うん、でも、やっぱ目標は全ここから全員出てくるんだよ。もうやばすぎる。ここから全員やばい、やばい、ここですよここに来るって考えて、やばい、ね、衝撃やね聞けよそうそうそう、ほんまやね、喋ってる、めっちゃ上からやん。申し訳ございません。申し訳ございません。行きます。もちろん行きます。会いに行くんで、はい。もちろん行きます。まあ、いつかね、推しに会えるように。はい。はい、それを目標に。もちろんそうです。うん、はい。頑張りましょう。言っても過去の動画でこういろいろこう有名 YouTube ならちょこちょこ出てるんで。そうそうそう。はい、そのね、誰かに会えるように。はい。はい、ほんまに会いたいな。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。